ベイベージンの藤原です。本日もオンラインストアにアップする商品をご紹介いたします。ここにはオンラインストアのみになっております。ご了承ください。お値段は、程度などの問い合わせはベルベージンウェブストアの方にお願いします。これから紹介する商品が、2月の26日、夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは概要欄に貼ってますのでそちらの方チェックしてみてください。はい、それでは T シャツです。ラッセルですね。ラッセルの、青と赤のタグ、サイズラージになります。黒ボディ、フットボールの黒、いいですね。はい、ラバープリントもちょっと白でね、大きめのプリントです。はい、バックはね無地になります。チャンピオンではないですけどね、ラッセルの、まあでも黒いいですね。ラージ自分がちょっとゆったり目で着れるサイズ感です。はい、こちらで7800円に消費税です。はい、続いてチャンピオン、トリコのミディアムサイズですね。グレーボディ、はい、ミネソタ、はい、これもね、もうあのミネソタ定番のプリントですけれども、ラバープリントです。ちょっとプリントがねこっちに寄ってる感じが、まあ可愛いんじゃないでしょうか。 M サイズボディね、これすごい程度いいです。 M サイズ僕はちょっと小さめですけれども、はい、着れる方多いんじゃないでしょうか。はい、こちらも7800円に消費税です。はい、続いてチャンピオンのトリコ、バータグのラージですね。はい、そして88ボディ、こちらもラバープリントですけれども、ラージでもねちょっとこちら縮んでますね。はい、バータグねちょっと縮みが出ると思います。自分はちょっと小さめですね。はい、こちらも状態はねいいと思います。はい、こちらも7800円に消費税です。はい、続いてシャンブレーシャツです。はい、ビッグマックのシャンブレーシャツですね。70年代あたりでしょうか。サイズがちょっと表記はね読めないんですけれども、だいたい15から、そうですね、もうちょっと小さいですかね、14ハーフぐらいでしょうか。少し縮みは出てます。自分だとちょっとね小さめですけれども、はい、もう定番のシャンブレです。まあ、春先なんかねちょうどいいんじゃないでしょうか。はい、こちらも7800円に消費税です。はい、続いて、はい、ランチクラフトですね。はい、JC ペニーズのデニムシャツになります。まあ、ウエスタンですね。はい、まあこういうねちょっとこの丸いステッチなんかも可愛いと思います。はい、全体的にね色少し落ちてますけれども、はい、ダメージもなく、はい、状態的にもいいと思います。こちらもサイズは、まあ、15縮みぐらいでしょうかね。自分がちょっと小さい感じです。はい、まあ、デニムシャツなんかも春先にちょうどいいと思います。はい、こちら9800円に消費税です。はい、続いてファイブラザー、サイズラージサイズ、はい、ネルですけどね、こう無地のネル、はい、しかもちょっとねブラウンとグレーの間ぐらいなネルですね。あまり見かけない色目です。もちろんねネルシャツといえばチェックですけれども、こういった無地でね合わせるのもいいんじゃないでしょうか。ラージサイズ自分がちょうどいいサイズ感です。はい、こちら6800円に消費税です。はい、続いてはよいしょ、ウルリッチですね。はい、ウルリッチのコンタグ、そしてサイズが S サイズになります。はい、まあ、ウールの S ですけれども、僕はそうですね、僕だと少し小さめです。ただこのね黒白チェック、はい、いいですね雰囲気も。はい、まあ、デニムなんかもねこれ相性良さそうですし、はい、まあ、サーマルか何かね着て、羽織ってもいいんじゃないでしょうか。状態的にはいいと思います。はい、こちら7800円に消費税です。はい、続いてパタゴニアのナイロンですね。はい、サイズラージになります。そしてタグ見ていただくと雪がありません。雪なしです。はい、まあ、雪なしタグといえば、まあ、93年あたりですね。はい、ナイロンで、通常そうですね、こちらスナップ開けると、まあ、ジッパータイプ、そして縦のジップですね、こちらも雪なしのタグがついております。はい、裏地がブルーの、はい、フリース、ちょっとこうね、ナイロン系の、まあ、混んだのでねネイビー合わせやすい色目です。はい、ラージ自分が合わせてちょうどいいサイズ感ですね。うん、これもまたね何にでも合う色合いだと思います。はい、こちら9800円に消費税です。はい、続いてリバースイーブです。はい、こちらトリコのミディアムサイズ、はい、綺麗なね、グリーンです。ちょっとこの肩の部分に若干のシミはあるんですけれども、はい、このね色目といい、このプリント
ラバープリントですけど、まあ、このグリーンにねこの ネイビープリント、そして周りにこのシルバーね、これ見た目も雰囲気いいと思います。ミディアムサイズですが、そんなにね縮みが出てない感じですかね。自分でも着れちゃいそうなラージぐらいあると思います。まあ、トリコいいですね、はい、こちら17,800円に消費税です。はい、続いてもトリコのエクストララージ、はい、ちょっと首元ちょこっとだけダメージありますが、あとは、程度的にも問題ないかと思います。パープルのラバープリント、そして4段プリントいいですね、非常に、はい、エクストララージなのでちょっと僕がゆったり着れるサイズ感ですね、はい、トリコの XL雰囲気いいんじゃないでしょうか。こちら19,800円に消費税です。はい、続いて刺繍のラージ、はい、ネイビーボディです。そしていいですね、このプリントももう定番ですけれども、もう見た目すらは最高にいいと思います。ラバープリント、ネイビーのラージ、ラージ自分がちょうどいいサイズ感です、うん、状態もね非常にいいですね、はい、こちらで19,800円に消費税です。はい、続いてはトリコの、いやすみません、刺繍のラージですね、はい、エンジボディ、こちらは状態かなりいいですね、もうリブが、はい、伸びてません、はい、もう定番のね、あの目つきのプリントな、目つきのリバースですけど、はい、ラージ先ほどと同じです。僕はちょうどいいサイズ感です、はい、状態バキバキですね、はい、エンジで15,800円に消費税です。はい、続いても刺繍のラージですね、はい、グリーンです、はい、ラバープリントですけれども、ちょっとねこの字体変わってるプリント、こういった方がね珍しいと思います。あんまり見かけない字体です、はい、まあ、定番のねカレッジプリントもいいんですけど、ちょっと人とね違ったこういったプリントもいいんじゃないでしょうか。ラージサイズ、僕がちょうどいいサイズ感です。はい、こちら12,800円に消費税です。はい、続いても刺繍のラージ、はい、ネイビーボディ、こちらも状態かなり綺麗ですね、はい、そしてプリントもちょっとねネイビーにはこう明るめの可愛いプリントです。ラバープリント、はい、同じくサイズは僕のサイズ感です、うん、こちら17,800円に消費税です。はい、続いて刺繍のラージ、今回ラージが多いですね、はい、まあ、ラージといえば、まあ、僕のサイズなんですけども、はい、ネイビーボディのフルスナップ状態ですね。フルスナップは通常の、ラージサイズよりちょっとこうゆったりめに感じると思います。前を止めてもねちょっと丈が長く感じるので、はい、普段ね XL 着られてる方ちょうどいいと思います、はい、こちら15,800円に消費税です。はい、続いて刺繍のミディアムサイズパーカーです。はい、このグレーは結構珍しいグレーですね、はい、しかもチャンピオンの 目がちょっと同系色、はい、普通の、ね、グレーよりちょっと濃いチャコールグレー、意外とこの色ね見かけないんですね。しかもこちらもなんかブラックとかねブラックジーンズなんかで、ね、合わせてもかっこいいと思います、はい、ミディアムサイズでこちら29,800円に消費税です。はい、続いては刺繍のラージですね、赤のパーカーです。ボストンユニバーシティいいですね、こちらもラバープリントいい感じのひび割れ感、そして赤ボディ、はい、赤もね本当僕は結構好きなんですけれども、はい、まあ、デニムとも相性いい、先ほど言ったブラックジーンズ、最近ねブラックジーンズも大人気です、はい、そういったちょっと外しの色で使っていただければ、はい、こちら17,800円に消費税です。はい、続いてヴィンテージスウェットですね、はい、ボディはタグがねちょっと欠損しておりますが、おそらくチャンピオンじゃないかなと思います。はい、ネイビーのパーカー、そしてラバープリント、黄色のラバープリントです。少しね下の方に若干シミとか袖口にちょっとペイント、ありますが、まあ雰囲気系ですね。サイズ的にはラージ縮みぐらいじゃないかと思います。自分だとねちょっと小さめですけども、はい、ただいい感じのねナスコンです、はい、雰囲気抜群にいいですね。こちらで9,800円に消費税です、はい、これまた雰囲気いいですね、はい、タグはこちらも欠損してます、グリーンボディのこのフェード、そしてラ、フロッキーですね、フロッキープリントが少しね、剥げておりますが、はい、完全に雰囲気系、
ボディこちらもラージぐらいあると思います。もともとボディ XL が縮んだかもしれませんね。自分がちょうどジャストサイズぐらいのサイズ感です。この雰囲気なかなか出ないですね、はい。こちら15,800円に消費税です。はい、続いてニットですね。よいしょ、はい、こちらラージボディですね、はい、フィッシャーマンのセーターですが、まあ、フィッシャーマンといえばね、ベージュとかオフホワイトが定番ですけれども、はい、こういったちょっとね、いろんなカラフルな色が混じってます。はい、ラージサイズですが結構ねゆったりめのラージですね。よいしょ、自分が合わせて結構丈も長めでダボっと切れます。はい、今のシーズンちょうどいいんじゃないでしょうかね。はい、こちら9,800円に消費税です。はい、続いてカーディガンです。はい、こちらでサイズ表記が、ちょっとついてないのかな。はい、おそらくサイズ的には40から42ぐらいじゃないでしょうかね。自分が合わせてちょっと大きめです。うん、ちょっとね背中に少し一箇所ちょっとほつれが若干ありますが、ネイビーボディ、そしてワッペン1969のチャンピオンズと入って、あと肩、そうね、袖ですね、1971とワッペンがね非常に可愛いと思います。はい、60年代ボディあたりでしょうか。こちらで15,800円に消費税です。はい、続いてフィルソンですね。はい、フィルソンのサイズ36。はい、まあ、フィルソンといえばあのウール、まああのね、赤白チェックとか、ね、定番ですけども、こちらね薄手の、はい、これ、50/50 です。ポリコットンですね。はい、ベージュで、はい、定番の形ですけども、36、自分がジャストで着れるサイズ感です。普段ね僕がフィルソン着るなら38ぐらいかなと思います。性能もいいですね、うん、まあ大人の男性ぜひ。はい、こちら9,800円に消費税です。はい、続いて大人気スタジャンです。はい、こちらサイズ表記が42ですね。はい、ネイビーのボディにウールに真っ白ですね。はい、まあ普通、まあ、こういったベージュが多いんですけど、この真っ白のレザー、うん、これはこれでねいいと思います。ウールちょっとシワは寄ってますが、ウールの状態結構綺麗ですね。はい、42なので自分が合わせてちょうどジャストぐらいのサイズ感です。はい、僕よりねちょっと、小柄といったらあれですけども、はい、ちょっとオーバーサイズで着てもいいと思います。はい、こちらで19,800円に消費税です。はい、続いてブルーボディ、はい、チャンピオンですね。ランタグの、はい、M サイズになります。下にもねタグついてますね。はい、こちらだと、70年代ぐらいですかね、チャンピオン60年代か。はい、ブルーに袖がベージュのレザーです。はい、サイズ表記が、あ、 M サイズか。 M サイズだね、自分はちょっと小さめです。うん、この辺のチャンピオンもねシンプルでいいですね。はい、 D というワッペンです。大きめのワッペンも可愛いんじゃないでしょうか。状態的にもね、はい、レザーの質感もいいですし、少しね若干着た雰囲気はありますけど、なんかリブもねいい感じにちょっとツルトになっていいと思います。はい、こちらも19,800円に消費税です。はい、続いてファージャケットですね。こちらナイロン、裏がナイロンのリバーシブルになってます。ネイビーのナイロン、そしてファーがこういったベージュとのチェック。はい、このねデカタロンもねいい感じですね。はい、70年代ぐらいのファージャケ、はい、こちら状態もね結構綺麗です。ラージはあると思うので、自分がちょっとゆったりめで着れるサイズ感、この柄可愛いんじゃないでしょうか。はい、まあ、僕はねもうネイビー好きなのでこれおすすめです。こちらで12,800円に消費税です。はい、続いてミリタリーです。はい、定番の MA1 ですね。はい、こちらよいしょ、ジッパーが、はい、こう両方についている、一応リバーシブルの、アルファ車ですかね。よいしょ、こちらがサイズがミディアムサイズになります。はい、僕がミディアムだとちょっと僕はね小さいんですけれども、はい、まあ、こちらもね定番の、まあ、裏オレンジでね着るのも可愛いんじゃないでしょうか。ちょっと肩の部分若干ステッチのねほつれがちょっと見られるんですけれども、まあ、逆にこのぐらいのサイズだったらね女性が着ても可愛いと思います。はい、こちら9,800円に消費税です。
はい、続いて M65 です、はい、シルバージッパーの、はい、スモールレギュラーですね、はい、まあ、色の感じがちょっとね少し色が抜けてますけれども、はい、S レギュラー、もう M65 も定番ですが、はい、S レギュラーだとね一応僕が T シャツ1枚だとギリギリ着れます、はい、結構ねタイトに着る、まあ、あの形がいいのでね、はい、大人の方はぜひ、はい、こちら12,800円に消費税です。続いてよいしょ、こちら状態ですね、ミディアムレギュラーです、はい、これはワンウォッシュぐらいの程度じゃないでしょうかね。ミディアムレギュラーは僕がちょうどいいサイズ感です、はい、これ状態ですね、かなり、はい、こちらも12,800円に消費税です。はい、続いてちょっと重たいんで、はい、フィッシュテール定番ですが、はい、こちらフルセットです。しかもデッドストックですね、はい、サイズが S サイズになります。よいしょ、はい、中のキルティングもスモールで内側もスモール、はい、でフードもついております、はい、自分が、ね、S サイズ着てちょうどいいサイズ感ですね。普段僕 XS 実は着てるんですけど、ちょっと実はね S も欲しいなって思ってた時にこんなデッドが入ってきました。フルセットなのでね、もうこれはすぐ使えるんじゃないでしょうか。デッドストックの6号フィッシュテールで59,800円に消費税です。はい、続いて70505ブランケット付きですね、はい、サイズ表記はちょっと消えてしまってるんですけども、はい、ボディからいって42ぐらいはあると思います、はい、そしてねちょっとステッチがね黄色とオレンジがミックスになってたりとか、少し古いタイプかなと思います。そして色落ち、まあ、ブランケット付きなのでね、まあ、ハチノスとか綺麗に出てます。もうザ・ビッグイのねインディコを使ってます。はい、まあ、着たら僕がねちょうどジャストサイズぐらいのサイズ感です。はい、ブランケット付き、まあこのぐらいのね今の時期使えると思います。ビッグイでこちら49,800円に消費税です。続いてこちらはおすすめなんですけど、はい、70505ビッグイのサイズ48です。はい、48は出ないですね。はい、そして赤タブ当然ビッグイです。しかも色がねかなり濃い状態です。ただねちょっとここにワッペンがついてた跡が若干だけ残ってます。そして背中もですね、多分真ん中にちょっとこうワッペンがつけられたのがちょっと外されてます。うっすらね見えるんですけども、まだねボディの状態がね相当色濃いので、はい、48着ると、はい、僕がゆったり着れるいいサイズです。はい、ね、48とかね50探してる方多いと思います。でも実際はね数同じく G ジャン人気ですけど本当に少ないです。はい、7050548ビッグイです。はい、こちら59,800円に消費税です。はい、続いてピンジーンズです、はい、こちら 501 USA 製ですね、はい、当たりも綺麗にヒゲが出てます。そしてサイドいい感じですね、はい、ちょっとサイズ大きめです。3834表記、はい、今実寸が3631、もしかしたら、ね、当時ね裾上げをしてから履き込んだのかもしれませんが、はい、ちょっとゆったりめです、うん、まあ、ちょっと腰で履く感じで合わせてもいいですし、ちょっとね体格いい方、はい、この辺のサイズをね逆にお探しの方、この雰囲気いいと思います。 USA 製の501でこちら12,800円に消費税です。はい、続いてよいしょ、501のビッグインになります。はい、ちょっとね膝の部分にリペアが入ってます。はい、そして股の部分にもねリペアちょっとこう入ってますが、まあ綺麗に直っております。はい、こちらもひげが綺麗に出てますし、当たり、耳の当たりも綺麗ですね。下もチェーンステッチオリジナルになります。はい、パッチは欠損してますが赤タブが、はい、びっくりですね。はい、雰囲気いいと思います。そして実寸が、3031、よいしょ、ちょっと自分はね細いんですけれども、はい、まあね、あのリペアは入ってます。でこのぐらいのいい色落ちのびっくり、最近ねなかなか出なくなりましたね。ボロボロとかはねたまに入ってくるんですけど、
はい、こちら、実寸で331なんでパッチ表記おそらくね、31もしくは32ぐらいありそうです。3234表記とか3233表記の縮みだと思います。はい、こちらで55,800円に消費税です。はい、続いて女性の方おすすめです。はい、こちら501ビッグEの、はい、ちょっと、ね、裾をカットされてます。ただね、色濃いですね、まだまだ。はい、ヒゲもうっすらと、サイド耳のあたりも綺麗に出てます。はい、そしてこちらもパッチは欠損してますが、赤タブビッグEですね。はい、濃いめのビッグEです。実寸が26-27、下はちょっとね切られてしまっているのであれですけど、おそらくウエストのパッチ表記は27表記だと思います。はい、まあちょっとね短めに、まあ、切りっぱなしで、まあ、自分からね切ってやっぱりこういう風にボロボロっとするのはなかなか難しいので、まあ、この状態でね履いてもらって、ちょっとこうヒールかなんかで合わせてもらってもいいんじゃないでしょうか。はい、こちらで35,800円に消費税です。はい、続いて505の、シングルステッチですね。はい、この色落ち綺麗ですね。ひげうっすら、あたりも綺麗に出てます。耳はついてないタイプですね、チェーンステッチオリジナル。はい、こちらもパッチは欠損してます。はい、スモールEですね。そしてシングルステッチ、はい、505お探しの方も結構多いと思います。僕もね505最近もうずっと、これは履き込んでますが、はい、シルエット、ウエストが501よりはね股上が気持ち深めです。そしてお尻のポケットが大きめ、そしてスリムストレートなのでね、シュッとちょっと細めです。自分がこう履いてるようなこういったシルエットになると思います。はい、こちら実寸が3234、ちょっとレングスは若干長めですけれども、身長高い方おすすめです。はい、こちらで39,800円に消費税です。はい、こちら5ポケットの、ジーンズなんですけれども、ちょっとねサイドステッチが、はい、こういった形でダブルステッチになってます。ちょっとねペインターっぽくも見えるんですけれども、トップボタンユニオンメイドのスナップボタンになります。そしてグリッパージッパー、ちょうどね 50s ぐらいでしょうかね。はい、レザーパッチ一応ねこういう形で残ってるんですけど、うっすらちょっと刻印が読めるんですが、ちょっとね字が全部読み切れないので、ブランド名がねちょっとはっきり申し上げられないんですけれども、はい、後ろこういったね横にステッチが入ってます。そして縦落ちがめちゃめちゃ綺麗なんですけれども、ちょっとねラングラーの生地感と似てます。はい、縦落ちがさーっと綺麗に入るね、ラングラーっぽい色の雰囲気だと思います。はい、膝の部分少しねリペアは入ってるんですけど、雰囲気いいですね。はい、こちら実寸が31-28、3128です。うん、ちょっとこうペインター感覚で履ける ストーンとしたドストレートのねジーンズになります。はい、こちらで29,800円に消費税です。はい、続いてリーバイスのピケですね。はい、519になります。これ実はねボディの状態非常にいいんです。はい、結構皆さんねホワイトのパンツと思ってると思うんですけど、こちらねデッドストックの時はこういった本当ベージュのようなね気なりの色です。ちょっとまあフロントにねちょっとペンキの汚れがついてしまっているところが、まあ少し残念なんですけども、パッチも綺麗です。519-3133表記、もちろん赤タブビッグEですね。はい、いわゆる911のピケの後期バージョンですね。はい、いわゆるシルエット少し細めの綺麗なシルエットです。はい、まあ、なかなかね最近ピケもね程度がいいのが出てこないので、こちらちょっとペンキだけはねこう雰囲気系と思っていただければ、はい、おすすめです。こちら実寸がね3031、少し縮んでます。29,800円に消費税です。はい、もう一着、はい、911と519の違い、皆さんね分かる人分かると思いますが、ね、ここパッと見た時にフロント、ここにリベット一つです。はい、これ911だとこっちにもついてます。まあ501とかと一緒ですね。片方にしかついてないのはもうパッと見こちら519になります。はい、パッチ519、こちらはね3331表記、いいサイズですね。こちらも若干ここにねシミがあるんですが、これねうまくね軽くブリーチをね、シュッシュッと拭いてから洗ってあげると綺麗に取れるんじゃないかなと思います。うちでワンウォッシュはね入れてるんですけれども、こちらもね生地の状態本当にねワンウォッシュからツーウォッシュぐらいの程度です。はい、実寸こちらが、3129、はい、縮みが出てますね。はい、めちゃめちゃゴールデンサイズだと思います。
はい、こちらの519は39,800円に消費税です。はい、女性の方おすすめです。はい、セカンド507、BWX ですかね、ボーイズのサイズ感だと思います。はい、こちらね、もしサイズ表記があったらボーイズの16とか、はい、のサイズ感が縮んだサイズです。まあ、色もね薄くなってますし、はい、後ろにちょっとだけね、あの赤い落書きもあります。もちろん今ねオーバーサイズが流行ってますが、これ女性の方、はい、ピタッと着るのもねあえていいと思います。あとは、お子さんに、はい、小学生ね、小学生6小学6年生あたりの、はい、お子さんだったら普通に着れるサイズ感だと思います。はい、親子で着るのもおすすめです。はい、こちらで59,800円に消費税です。はい、続いては濃いセカンドいきましょう。 507XX、 はい、こちら縦ステッチが、はい、つながっております。そして下、はい、チェーンステッチ、チェーンステッチ、はい、通常ね着込んでいくとどうしてもこの下のチェーンステッチがねほとんど取れてしまっているのが多いです。もう見た目色目でだいたい7割5分、まあ、8割近く残ってると思います。紙パッチの、セカンドになります。はい、まあ状態ねいいですね。まあ、サイドステッチは1本、はい、こちらね、パッチ表記あれば38表記だと思います。少しだけ縮んでると思うんですが、今実寸が37ぐらいです。はい、このサイズ感でね、まあ、もちろん大きいサイズ、まあ、サイド脇が、萩がついてたらもちろんね高くなるかもしれませんが、逆にこの状態で着れるというね、はい、なかなか最近濃い状態のセカンドも見つからなくなってきました。はい、38ぐらいの表記です。はい、こちらで298,000円に消費税です。ベルベル人の方でですね、買取委託販売を行っております。ヴィンテージの、ね、デニムとかあの G ジャンもそうなんですけれども、本当に最近数多く持ってきていただく方も多いです。買取の方もね強化しておりますので、もしね遠方の方お店の方でお電話いただければ私対応いたしますので、よろしくお願いします。